投手ともね、いい投手ですからね。はい、この人は春4番を打ってました。181センチ81キロ。松岡さん、4番の体してますね。1番3番5番が左打ち、そして久保、滑らかな引っ掛けるようなバッティング。背番号8番をつけてますが、この入れちゃったねそうですか、私もね、息子に聞いてまいりまして、ラップと言うんだす言うんですって。そうです、チェックしてまいりました。私も叩きつけました。三塁カット、ヘッドスライド、7段中軸です。そうですね、ツーエンドツー、ファウルです。見逃しの三振です。ご覧のように地方大会は無失点。はい、近岡とかいうピッチャーもね、近代行きました近岡ね、はい、そういった名前挙げられるんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね、ちょっと高めに来てます。ヒット16本、三振が49。先頭バッターがヒットを打ちました。大体この人は9番打ってたんですけども、今日2番。やっぱり村西村西です。バントします。村西が取る。これスライダーですね、はい、スライダーですね、いい球ですね、外いっぱいですね、はい、からでもどうでしょうか、はい、3本でいくんですけどね、はい、直球です。村西バッター2年生4番の大広、キャッチャー横に弾く、ランナーは三塁向かう、ヘッドの1球目はストライク。おお、速いボールだ。ワンツー、弾き返す、ショート落ち着いて、いいボールを送りました。バッターは細見、ナイスボールですけれども、わずですからね、右打ちが得意ですと部長先生のアンケート書いてくれました。カーブ、ちょっと動いた、ナイスボールです。左ピッチャー好投手、はい、どんなことを言うんですか。まあ、やはりね、左バッターは絶対マッコムなと、左投手に対してね、はい、あのセンター方向もしくはね、ショート方向に構えろと、はい、いうことを私はいつも指示してるんですよね。ピッチャー寄りですか、はい、はい、
ツーエンドワン、また追い込んでいます。噂通りの投球、ショート見逃しの三振、三者バッターは変わって6番レフトの川瀬。一試合平均にしますというと大体2個ですか。キャッチャーゴロ発揮してますよね。はい、桐生第一、この回の先頭バッターは、これ相手が好投手、村西君がね、ちょっと力んでるようなことですね、はい。これね、2人のね、はい、ってるんですよ。まあ、言い方違うんですけれども、なるほどね。センスね、ホームスチールはね、なんとも見えなかったですね。ただ、最終的にはね、キャッチャーの悪送球、それからスクイズなんてのが挟まりまして、春、今風に言うならば明徳義塾、あれだけ横浜を苦しめた明徳義塾相手に遠心、この人が元来、まあ、ですからキャッチャーで1番という、よし打ってやろうという気持ちでしょう、はい。外角直球、三者バッターは正田。村西の方は先頭バッター斉藤にヒットを打たれています。ファーストゴロ、待って取る、ベースを踏む、これもしょうがないですけどね。そうなんですよ、やっぱり見応えありますね。今日は今日はね、本当に両投手ともね、コントロールといい、そしてスツーナッシング、初めて投げました、ね、これですね、かけてそのまんま回転を殺して投げるボールなんです。あ、たくさん食べてね。そうなんと思いますね、もろこ食べればいいんです、琵琶湖ですから。見逃しの三者、祭無失点、マウンド上の村西、この試合で塁に出たのはとにかくこの人だけ。エンドワン、